ばんは。雰囲気変わった？変わりましたか？髪を切りました。6月末とかなんですけどはい、確かに前の乃木帯の時は長かったんで雰囲気は変わったかもしれません。あと今日はちょっと前髪を分けてますしてない方がいいのかな。ちょっとわかんない。今日はちょっとお久しぶりです。その髪型も可愛いですねって言ってる。ありがとうございます嬉しい。大人っぽい。本当ですか？嬉しい。いいやん。ありがとうございます。さてさて、皆さん今日は何してましたか？私は今日はあ、今日はあ、明日ブログ更新しようかなーなんて思ってちょっとずつ書いてました書きとまゆたんとのディズニーの写真。あ、まゆたんがね、今日あのブログに3人の写真載せてたのでそっか、見てくれましたか。そう、まゆたんとカッキーと、あれはいつでしたか、9月にあの誘ってくれて、なんか一緒に3人でディズニーランド行きました楽しかったです。ありがとう。茶髪似合って嬉しいです。嬉しい世代に救われてる。本当ありがとうございます。ハロウィンになってからギリギリなる前でした本番は嬉しいですね。もう12,000〜13,000人ぐらいの方が来てくださってありがとうございますなんか久しぶりで、なんかちょっとドギマギしちゃうピースしてください言い方によってありがとうございます。イヤリングですミュージカル見てる。ありがとうございます嬉しい。そうですよね、皆さんきっと私に話したいこといっぱい溜まってるんじゃないですかいっぱい聞きたいことあったらコメントください。お願いします。今日何食べた？今日はサラダと豆腐食べました。納豆も食べました。にぐりくよ、ありがとうございます。やったー
作れる料理のレシピ参考にしてます。嬉しいです。大したレシピじゃないんですけど。イノフェス行ったよ、ありがとうございます。嬉しい、愛してる、愛してる、ありがとうございます。すごい、もういっぱい来てさあ、全然質問が、あー、にゃんにゃんポーズって何ですか。にゃんにゃんポーズって何。推しメンになった最近、ありがとうございます。ディズニー何乗った。結構ね、ほとんど乗りました。ほとんど乗りました。嬉しかった、楽しかったし。虫歯ポーズ。スイスのファンです、ありがとうございます。選抜おめでとう、ありがとうございます。頑張ります。ちょっとなんかあれですね、皆さんのコメントを読んでたら嬉しくなって、ついついなんか進めるの忘れてました。嬉しいな。ちょっとあの乃木帯選手権やっちゃいます。はい、ということで、配信メンバーで競う乃木帯選手権、今週の競技は読書の秋、なるべく早く読み上げようです。今週水曜日発売の真夏の全国ツアー2021ファイナル in 東京ドームブルーレイ &DVD の告知文書を読み上げます。週の中で最も早く読み上げられた人には素敵なご褒美がプレゼントされます。ただし噛んだり飛ばしたりしたら次に行かずにその部分から読み直しです。現在ですね、このような感じです。一番早いのが64秒かな、与田さん、頑張りたいと思います。原稿こちらにあるので。いきます。もういいんですか、読んで。はい、ということでいきます。聞いてください、よーい、スタート。2021年11月20日21日にグループ自身4年ぶりとなる東京ドームにて開催した乃木坂46真夏の全国ツアー2021ファイナルが11月16日についに全員化することが決定しました。全国ツアーの開催前に表題曲、アンダー曲、ユニット&ソロ曲、カップリング曲の各カテゴリー別にファンの皆様からリクエストを募り、それぞれ上位トップ10に入って楽曲を中心にセットリストを構築した真夏の全国ツアー2021、新型コロナウイルス感染防止対策として全キャパシティに対する 50% の収容動員数の中、ファンの皆さんが熱く叩くスティックバルーンに応えるべく、メンバーも熱いライブを大展開。またドーム内では気球に乗ったメンバーが飛び交い、さらにメンバーからファンの皆様へのメッセージがあるアドバルーンに吊り下げられ、本編ラストは全シングルの振り付けを取り入れたグループ10周年記念曲、他人の空にで締めくくりました。2日目の21日には高山和美さんの卒業セレモニーも開催、自身初のソロ曲私の色が初披露され、涙あふれるツアーファイナルにもなった真夏の全国ツアー2021ファイナル in 東京ドーム、数々の名シーンがついに蘇ります。ぜひチェックしてください。1分6秒なので、あれ及びませんでした。残念。頑張ったけど惜しいですね。66秒でした。
舌はナンバーワン、ありがとうございます。すごいなんか褒めてくれます。湯田さんすごいですね、超うまかった、本当噛んでるのに。ありがとうございます。まあまあまあ、私はもうこの勝負に勝つより皆様にこの東京ドームの DVD をこうお手に取っていただけることが一番嬉しいので、あの皆さんぜひよかったらお願いします。買いました、ありがとうございます。声好き、嬉しい、ありがとう。はい、ありがとう。商売上手。そんなそんなそんなことないですよ。そんなことないよ。さてさて、ということで最近はですね、いろいろありましたね。新曲も披露させていただきましたし、今週末はあのラジラ、よかったら聞いてください。お願いします。そう、あの新曲最近披露させていただいてるんです。聞く、ありがとうございます、お願いします。ここにはないもん、ネイルかわいい。そう、透明というかハゲハゲなんですけど。ありがとう。月食見た、月食見ました、月食見ましたよ、綺麗でしたね。なんかなんだろう、毎日お仕事してて、なんかこうなんだろう、どんどん最近はなんか皆さんとお話しする機会とかあって、なんかもうちょっと頑張ろうって思います。しおりちゃんと最近話した、話しましたよ、いっぱい話したし、あ、それこそこの間のベストヒット歌謡祭の時とか結構こう久しぶりにあのお客様の前でパフォーマンスするので、すごくこう結構どうしようってなってたんですけど、出る直前にしおりちゃんがこう手握ってくれて、すごく頑張れました。3歳ですか？3歳じゃないです。22歳、大阪でよかった。そう、大阪でしたよ。さすがしーちゃん、ほんとよ。じゃあ5歳ですか？5歳じゃないです、22歳。22歳です。元気なセイラちゃん見れて嬉しい、ありがとうございます。そうね、他はなんかしてるかな。東京ドームの思い出とかちょっともう1年以上前のことであんまり覚えてないんです。すごく大変だったけど、すごくなんか
やりがいのあったお仕事だったっていうことは覚えてるんですけど大人っぽくなりました。本当ですか。嬉しいです。早川じゃん。早川です何、横顔見せてください。こんな感じチェーンソーマン見てる。見てます。あきくん、早川、早川あきくん推しです。同じ早川なんで嬉しい。最近はね、いろいろねアニメを見てます。アーニャ、アーニャ、あのスパイファミリーも見てますよ。あとはなんか昔見てたのとか見てます。今めっちゃあの弱虫ペダル見てますあとね、最近は何見たかな、あゴールデンカムイも全部見ました。面白い。あとはジョジョ、ジョジョも好きジョジョも見ました。あの今のストーンオーシャンも面白くて、あの続き気になるなっていう感じなんですけど、あの黄金の風アリデベルチって言いたいゴールドエクスペリエンス、牧島さん推し、あいいですね、嬉しい。え、誰が好きかな、誰が好きかな、誰が好きかな、みんな好きなんですけど あと何見たかな。ブチャレティ、ブチャレティかっこいいですよねヴァイオレット・エヴァーガーデンも好きですかわいいヴァイオレットちゃん、すごい。みんなアニメの話してくれるあと何見たか、結構最近見てるんですよ。呪術廻戦も全部見ました。まあそれは流行ってますもんね。みんなヒロアカ、ヒロアカも見てますかっちゃんが好き。あとはなんだろう可愛いですね、ありがとうございますやったさてさて、そんな感じで、そんな感じでもう15分経過して、まあでもそっかのネバーランドも好きです。お外にも出ような、本当ですよね、本当だよ、みんな出ようなみんな出ような、ヒラパーは、ヒラパー最近行ってないですよ。行きたい。ヒラパーに行ったら、私は
クレイジーマウスっていう乗り物がすっごい好きだったので、なんか高いとこダメなんですけど、なんか耐えれる高さでちょっとスリルがあって楽しんで、ぜひ。たこ焼きポーズしていいよ。そう、刹那少女、刹那少女って知ってます皆さん。スキッツ、乃木坂スキッツやってた時のユニットなんですけど、なんと今回の選抜3列目刹那少女が並んでます。イエーイ。真っ暗担当です。そうです、存じ上げております。嬉しい。そうよ、嬉しいよね。ルナちゃんと、ルナちゃんとナオちゃんと刹那少女で曲出そうよ。いっぱい前でも歌ったけどな。うん、ちょっとなんか楽しいな、みんなとおしゃべり楽しい。楽しいです、楽しい。早川ちゃん、早川です。そうですよ、あなたを好きな気持ちは墓場まで持っていくです。そうです。延長しよう。うーんね、私もちょっとしたくなってきちゃった。しませんよ、でも。しませんけど、またまたやります。乃木曜日、乃木曜日ショールーム、そろそろ宿題やりましょうね。これめっちゃ嬉しいんですよ。じゃーん、クロミンが大好きなセラちゃんって書いてくれて嬉しい。可愛く愛が足りひんと言ってくださいってことなんで、じゃあ言いたいと思います。可愛くでしょ。愛が足りひん。ちょっと今日はぶりっ子バージョンでやっちゃいました。ありがとうございます。そう、うちわモノマネはちょっとね今回は出てないんですけど、カッキーがやってくれたモノマネからいつの間にかすごい皆さんが好きだって言って、やってって言ってくれるようになって。最高なんです。本当、本当ですか。すいません、嬉しい、ありがとうクロミン、私も大好き。ちょっとさ、やっぱずっとこうアイドルアイドルアイドルってこう3年4年ぐらいやってると、なんか恥ずかしくなくなったことが最近すごい恥ずかしかったりするんですよ。お休みしちゃうと恥ずかしいです。今日お誕生日の人が何人かいらっしゃいます。おめでとうございます。素敵な一年にしてください。そう、ラジラもちょっとだから最近恥ずかしいんですよ。でも今週末はジェラフェスをやるみたいなので、よかったら、よかったらジェラりましょう。明日はね、ゆなちゃんです。しわったゆなちゃんです。なんで、なんかいい宿題教えてください、皆さん。睨んでください。ゆなちゃん、ゆんゆん。
じゃあユンユンする可愛いセリフ言ってもらいましょうか。ユンユン。じゃあユナへ大好きなユナへ、みんなをユンユンさせるかわいい一言、ください。そうしました。ちょっともうセリフに関してはね、多分ねゆなちゃんの方がね詳しいんで。はい、みんな、なんで可愛い、ゆなが可愛いセリフ言ったらみんなコメントでユンユンって書いてくださいね。お願いします。 OK、 Yes ユン。スクショタイム、スクショタイム、どうでしょう。やばい、気づいたらもう28分でした。猫パンチポーズ。こんな感じでしょうか。かわいい、ありがとうございます。ちょっと皆さん本当にお休みしてたのにこう温かくまたこう待ってたよってこう温かい言葉たくさんかけていただいて本当にありがとうございました。すごくなんだろう、なんて言ったらいいの。皆さん大好きだなって思います。ありがとうございます。たくさんね、なんか迷惑かけちゃった方もいらっしゃったかもしれないんですけど、ちょっとこう取り返せるように頑張ります。ありがとう。これからも一緒に頑張ろう。楽しかった。なんか楽しいっていいね。みんなと喋るの楽しいっていいな、嬉しい、幸せーら。続きは右で、あ、よかったら待ってます。ありがとうねみんな、じゃあねー、さようなら。ん？なんか決まり特にないはず。さようなら。おやすみなさーい。